番です。岩手県知事達人拓也です。今日もご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もう岩手もだいぶ寒くなってきまして、紅葉もね、とっても綺麗ですけれども、岩手山にはかなり雪がもう雪が積もっているという。そうなんですよね、はい、盛岡も結構今ね、夜になって冷え込んできてますので、皆さん風邪ひかないように、そしてね、岩手に旅行しに来ようと思っている方、結構寒いので、そうですね、暖かくした方がいいですね。暖かくして来ていただきたいなと思います、はい、さあ、今日の希望チャンネルなんですけれども、今回のテーマが岩手の文学ということでですね、まあ、読書の秋ということもありますが、はい、岩手の文学を前半にお届けして、後半には今月の主な出来事、イベントの予定、そして ILC コーナーをお送りしていきます。ついにこのテーマが来たかという岩手の文学ですけれどもね、うん、待ってたっていう感じもねはい、あると思いますけれどもね、多分ファンの方もたくさんね、いらっしゃると思うんですけれども、はい、今岩手県は文学の世界でとっても盛り上がっているんですよね、はい、昨年盛岡市在住の沼田信介さんが鋭利で第157回芥川賞を受賞しました、うん、今年、そして遠野市出身の若竹千佐子さんがオラオラで一人雲で第158回芥川賞を受賞されたということで、はい、これはすごいことですよね。岩手ゆかりの方がこう続けて芥川賞というのはとてもすごいことなんですけれども、さらに最近この氷上秀幸さん、宮古市在住なんですけれども、第55回文芸賞ですね、これ受賞されています。はい、そして今日はですね、ゲストに評論明治大正昭和平成文学の国岩手で2017年度岩手県芸術選勝を受賞された道又勉さんをゲストにお招きしております。はい、それでは早速お呼びしましょう。道又さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大御所登場という感じがね、しますけれども、道又さん、今日よろしくお願いします。お願いします、はい、道又さんなんですけれども、もう本もたくさん書いていらっしゃいますし、盛岡文史劇の脚本家としてもご活躍されていまして、県が制作した岩手復興ドラマの脚本も手掛けられているんですよね。はい、はい、ということで岩手希望チャンネルに来ていただきました。で、道又さんと知事なんですけれども、7月に盛岡市で開催された文学の国岩手講演会シンポジウムで対談をされているということなんですよね。はい、岩手県は、昨年度文化スポーツ部を新設しまして、希望郷岩手国体希望郷岩手大会を通じて、盛り上がってきた県民のこの文化スポーツに対する関心、そして参加、これをレガシーとして残していこうということで、スポーツや文化芸術活動を支える取り組みに取り組んでいまして、そして文学をテーマに講演会シンポジウムを開催しました。初めてのことです。そのシンポジウムでは芥川賞作家のこの若竹千佐子さんにも来ていただきましたし、また平谷義樹さん、そして道又さんに参加いただき、文学の国岩手、啄木賢治から未来へというテーマでお話をすることができました。はい、もうね、初めてこのような講演会シンポジウムを開催したと、文学をテーマにした、ね、講演会が開かれたということだったんですけど、道又さん、こちらいかがでしたか？まあ、僕としては若竹さんにお会いできたのがすごい嬉しかったですね。まあ、初めてだったんですけども、はい、楽屋でいろいろな話をさせていただいて、はい、まあ、僕としてはちょっと目的があってたんですけどね、まあ、それもちゃんと目的も達しましたけども。何ですか、秘密の？いやいや、まあ、盛岡文史駅にぜひ出ていただきたいということで。お、大事なことですね。はい、お誘いして、はい、快諾いただきましたので、今回出ますので、まあ、気さくというか、はい、チャーミングというか、すごい良い方ですよね。やっぱり人柄が文章に出るというか、はい、まあ、作品そのものの
人柄でしたね。優しい人柄でした。へえ、はい、では今回は若竹さんも分子劇に出られるということなんですね。はい、いやすごいですね。ね、ミッションも達成されて素敵なシンポジウムになったということですけれども、岩手の文学をテーマに、まあ、多くの文学者が生まれた岩手県の魅力について今日はですね、道又さんそして知事と一緒にお話し進めていきたいと思います。はい、で、道又さんはね、すごくこのずっしりとされたもういろいろなことが詰まった本、ミスター文学の国岩手ですからね、まあ、っていうか、まあ、書いてある人本人なわけですから、はい、見てくださいこの太さね、でもこれだけの太さになるくらいやっぱり岩手っていうのは文学が素晴らしく盛んだということですよね。もう昔から、まあまあ、いろんな文学者出してて、なんでこんなに出るのかなっていうのは、それはあの岩手の文学史を書かないと多分解明できないんじゃないかなと思ってたんですけど、ただ書くとなると相当資料も読み込んで時間もかかるだろうから、なかなか踏ん切れなかったんですけどね。ただまあやっぱりあの震災の後いろいろあの物書きとして考えることもあって、やっぱり震災には物書きとしては書くことで向き合うしかない、で自分は何を書いたらいいのかなって考えた時に、まあ、何冊か本出す企画がいろいろあったんですけど、一番大変なやつをやろうと思って、まあ、これを書いたということですね。はい、そちらがきっかけになってということなんですけれども、はい、父はもうこちらも読まれているということなんですけれども、はい、どういった感想をお持ちですか？岩手日報 この日曜日の岩手日報に連載されてたんですよね。その連載の頃から読んでたんですけれども、こう一人一人 この作家 この生き方とか、あの非常にこうドラマチックで、あのそれ自体がもうこう冒険小説を読んでるような感じ このドラマチックなこう生き方をしている作家の方々が多くて、あのまずそこがすごく面白かったんですけれども、またこう明治からこうずっと現代まで、その時のこの時代時代のこう日本文学のやはりその都度こう中心的なところで岩手出身の方々が活躍してるっていうところが、あの改めてすごいなと思いましたね。もうね、なんでこんなにこう岩手県っていうのは多くの文学者を輩出し続けているんだと知事はお考えですか？はい、まず岩手の人たちはこう本が好きですよね。この有名な統計として、この、全国の県庁所在地政令指定都市の1世帯あたりの本の購入額というのが盛岡市が一番多いんですね。13,700円というデータがありますけれども、で昔石川啄木が盛岡にこう本屋さんの数が多いということで、この将来最も有望なる文学史の一つというふうにこう言ったというふうに言われ聞いています。まずその本が大好きというところが大きいですよね。道本さんはどう思いますか？まあ、今でもやっぱり盛岡、特にあの沢屋書店というね、あの全国的にも知られたあのそこにカリスマ書店員がいてっていうのもありますし、あと今や盛岡は何でしょう、あの直木賞作家と芥川賞作家が住んでる町というか、とにかくあの岩手全体を通して見ても、あの岩手に住んで現役で、あの一線で活躍している作家がもう何人もいるというのは結構得意かなと思いますね。なんでこう岩手に来てくれるんですかね、逆に。環境的に何かこう、昔はね、それこそ東京じゃないと作家の仕事はできなかったんですよね、実際。だからあのなんか文彦さんなんかが、ね、あの盛岡でね暮らして、なあの乱歩賞を取って、それでずっとミステリー書いてっていうのも、まあそれに続いて高橋克彦さんも出てなんですけど、あの今やっぱりそういう交通手段とか連絡手段がもう発達してますから、別に東京にいなくても、むしろ地方にいた方が東京じゃない地方独自のいろんなテーマを見つけて書くことができるので、まあこれからはどんどん地方に戻ってきてほしいなというか、だから岩手の作家は今現在東京でも相当活躍してる人いますけど、もう全部いずれ戻ってこないかなと思ってるんですけどね。そうですよね、そういうまた岩手からは高校生がまた活躍してて、高校生の文芸部がこう全国大会で賞を取ったりとかもしてて、まあ彼ら彼女らはまさに岩手の中にこう生まれ育ってこう書いてるんですけれども、やっぱりそういうこう
書くのにいい自然環境とか歴史風土とかもあると思いますね。うん、なんか書きたくなっちゃうような風景が、はい、まあ、たくさん広がっているっていうところも何かね一つの要因になっているのかもしれないですよね。そしてここからはですね、岩手の歴史と風土が育んだ文学について各ジャンルで活躍した岩手ゆかりの文学者や作品を取り上げていきたいと思います。文学の国岩手では本当にたくさんの文学者が取り上げられているんですけれども、やっぱり先ほどからもね、名前が出てきているこの石川啄木さん、ね、有名な方ですよね。この全国にファンがいるっていうことが私としてはとっても嬉しくて、大河ドラマで坂本龍馬をやった時にですね、この高知県にこう石川啄木ファンのこう人たちがいて、でまた石川啄木のお父さんの終焉の地がこう高知市の高知駅前だったりして、うんうん、それで、あの年、龍馬と啄木店、啄木と龍馬店っていうのを、うん、高知の方のこう龍馬記念館、そして、岩手の方のこの啄木記念館でその代わり番号に企画展をやったりしてですね、石川啄木がこういかに日本中に浸透しているのかっていうのを感じましたね。なんかやっぱりフジポンも啄木さんはこう、ね、いろいろと見てますし、なんか人間性をこう聞けば聞くほどなんか気になってしまうというかね、なんか借金してたんだよとか、なんか今風に言うとダメンズなのかなみたいなところもちょっと気になっちゃったりとかして、井上久志さんの劇だったからで、うん、弱虫泣き虫石川啄木ってありますよね、そんな感じだったのかもしれません。でもやっぱりね、こう写真を見るとすごくイケメンじゃないですか。はい、はい、そういうところもいろいろ引きつける何か魅力的な文章ももちろんですけれどもね、人間的にも何か素敵なものがあったのかななんて勝手に想像しますけれども、では次にですね、宮沢賢治ももちろんね、この方もとても有名な方です。童話や詩をたくさん残していますが、雨にも負けずや銀河鉄道の夜、本当にね、有名ですよね。宮沢賢治さんという存在は、この岩手の関係で、こう日本全体でこう一番知られているのが宮沢賢治さんですね。全ての国語の教科書に小学校中学校高校それぞれこう宮沢賢治さんの作品が載ってると言っていいんじゃないでしょうか。だからこう岩手といえば宮沢賢治っていう、こうイメージが日本中にあるのが嬉しいです。はい、千又さんはこの、ね、宮沢賢治そして石川啄木についてはどういうお考えですか。だいたい、まあ、分かりますよね、啄木派賢治派っていうのは。はい、まあ、僕はどっちかというと啄木派なんですけどね。要するに賢治はやっぱりある種ちょっとこう思想的にすごい壮大すぎてついていけない部分があるんですけど、啄木は人間臭いっていうか、それこそさっき話に出ましたけどね、まあ、友達から借金を重ねたりとか、嫁さんとの結婚式すっぽかしたりとか、芸者さんとねちょっとこう溺れたりとか、いろんなそういう人間臭さが、まあ、歌にもこれ現れてるんですけど、特に啄木の歌ってその時々読む人のこの心情にこうピタッとくるのがあるんですよね。だから幸せな気分の時にはこれを読むとすごくさらにその気持ちが高まるし、悲しい時読むと慰められるみたいな、そういうで僕は啄木派ではあるんですが、まあ、ただ岩手に啄木と賢治がいるのってすごい大きいことで、なぜかっていうと、まあ、明治以来いろんな文豪がいて、三島由紀夫とか谷崎潤一郎とか森鴎外とかいるわけですけど、でもその人たちは名前は知ってるけど読んでるかっていうとそんな読んでないんですよね、皆さん。でも啄木賢治は絶対どんな人もまず何かは歌詞は読んでる、そういう親しまれてる人が岩手で生まれ育ってるっていうのはなんか意識の上で大きいですよね。だからそれが絶対岩手の文学風土を作ってるとは思いますよね。それでやっぱ啄木派か賢治派かみたいなので盛り上がれるっていうのもなんか岩手っていいなって思いますよね。賢治さんの方は賢治擁護派がちょっと必要ですね。なんか啄木派多かったんで、アニメの聖地、全国各都道府県で岩手代表とこう認定されてるのが宮沢賢治さん関係なんですね。賢治記念館とかで、それは宮沢賢治作品がどんどんこうアニメ化されていて、猫の銀河鉄道の夜でしたっけとか、あとはその宮沢作品に触発された銀河鉄道999とかですね、そういうふうにこう広がってるところがやっぱ岩手としてはありがたいです。やっぱこうどこかにこう根付いている部分もすごく
あって、やっぱね、雨の、フェスも競馬大好きなんで、雨の中で頑張ってる馬とか見ると、雨にも負けずって、やっぱ思いますもんね、そうですね、なんか。うん。染みついてるのもありますね。そうですね、なんか、負けないように今日も頑張ろうっていう、思うきっかけにもなったりっていうのが。ね、なんか根付いているのかなって岩手さんを見ればやっぱり ありがたきかなってなんか出てくる、ね、出てきますもんね、そういうのが自然に出てくるっていうのもね、はい、なんか嬉しかったり、そしてやっぱりねこの2人がいるっていうのはなんか今雄星君と大谷君がいるみたいなね、そうですねなんか変な例えになっちゃったかもしれないけど ねすごい岩手ってやっぱりすごいですね、はい、そして次に遠野物語も岩手の文学には欠かせません、はい、三島さん、遠野物語にはお化けや妖怪のお話がいっぱい出てきますよね、うん、まあ、もともと遠野語っていうのは遠野出身の文学者の佐々木貴善って人が東京に行って柳田国男に出会って、うん、それで遠野のいろんな昔話を語ったことを柳田国男が非常に文学的にまとめたのが遠野語なんですけど、だからちょっと若干柳田国男さんってまあものすごい偉大な民族学者ですから、その存在が大きくて、ちょっと岩手出身の佐々木貴善さんのがちょっと影が薄くなっちゃったのが僕としては寂しいかなと思って、ますけどね。それが元なんでも、それが元なんですもんね。まあ貴善さんはちょっとこう不思議なものを見る体質だったらしくて、で柳田そうなんですね。で柳田国男さんも実はああいう近現実直そうに見えて実はそういう体質が若干あったらしいですね、ただ自分の中でそれを封印したらしいですね、要するに私は学問の世界に行くんだっていうそういう不思議な部分は自分の中から排除して、でそれを弟子の佐々木貴善さんにも要求したというか、だから貴善さんは、まあ、文学者になりたかったけども結局、まあ、柳田国男さんに材料を提供することでちょっと終わってしまった部分もあって、だからこれから貴善さんの復権はどんどん僕らとしては岩手県人としてやっていかなきゃないなって思ってます。なるほど、そういうところもあるんですね、知事はその物語ははい、はい、ここですかね、こう日本のあちこちにこう似たような話はあるのかもしれないんですけど、やっぱり佐々木貴善さんがちゃんとそれをこう記録あるいは記憶していて、またそれをこうちゃんと柳田国男さんに伝えたっていうこと、また柳田国男さんがこの人はこの中央省庁の官僚だったわけですけれども、そのこう真面目さできちんと本にしてくれたっていうところが非常にありがたいですね、おかげでこう日本の中であるいは外国から日本に来てこう何かその妖怪が出るような雰囲気、そういうところに行きたいっていう人たちがこう遠野に来てくれるから非常に助かります。なんかまた遠野のあの雰囲気もなんかいそうな雰囲気ありますもんね、やっぱりね、私も遠野生まれです。あ、なんかすみませんでもカッパとかね本当に出てきそうですもんね、いろいろとね、でもこう昔からやっぱりそうお化けの話みたいなのはこう流行じゃないですけど流行ってたんですかね。まあ、遠野語が出た前後と、要するに日露戦争が終わった後で、要するにもう日本が初めてもう大戦争に突入してもう膨大な人戦死者があった、そういう部分で死の世界が、まあ、ある種身近で、だから生き残った人たちがその自分たちの気持ちを慰めたい気持ちもあったじゃないですか、そこが怪談の流行につながったかもしれないですけどね。なるほど、そういう奥深さというか時代背景もあったんですね。なんかね、お化け屋敷とかあるじゃないですか、お祭りとかで、なんか遠野物語お化け屋敷とかしたいですね、ありかも、ハロウィンでもこうなんか遠野物語縛りでやってもいい、ね、そうね、そしたらもっとこう岩手が盛り上がりそうですね、なんかね、はい、さあちょっと雑談もしちゃいましたけれども、いよいよいわゆる文学の世界にお話を進めていきたいと思いますが、まずは純文学です。道又さん、教えていただきたいんですが、岩手ゆかりの純文学にはどんな作家さんがいてどんな作品があるんでしょうか。それはもうこの私のこの編集したこの本を見ていただければ、なるほどこれ、まあ、まさに岩手の純文学というタイトルの本なんですけども、まあ、これに何が収められているかっていうと、まあ、ここ去年今年と芥川賞が続きましたけど、これまでも岩手の純文学の作家は芥川賞の候補に何人もなってるんですけど、まあ、7人候補になって、まあ、結局受賞に至らず今に至ったわけですけど、その、最終候補まで行った岩手の作家の芥川賞の作品を収めてます。だからこれを読めば大体岩手の純文学の傾向がわかるというか、というかですね、これ読んでみて
分かったのはですね、なんで落ちたかっていうと面白すぎるんですよ。変な話、だからやっぱり人文学っていうとあんまり面白すぎてはいけないのかなって思っちゃったりもしましたけど、悩ませた、読者を悩ませたり困らせたりする方が人文学っぽいみたいな、だからこれ読むとちょっとそういう堅苦しいイメージが取れるかもしれません、はい、ね、三本さんがまとめてくださってますのでこれ読めばもう、はい、ね、バッチリっていう感じですね。いいす、はい、すいません、私も読ませていただきます、はい、さっきからね、なんかビクビクしてはい、次に大衆文学に行きたいと思いますけれども、はいはいはい、岩手ゆかりの大衆文学にはどんな作家さんがいらっしゃいますか。はい、また自分の本で恐縮なんですね。いやいやもう、はいはい、たくさん出してますから、なんといっても野村耕道さん、はい、岩手の大衆文学といえば、野村耕道さんは多分生涯にも本をいっぱい出してて数多分200冊近くあるんじゃないかと思いますけど、だから岩手の作家の中ではダントツの数ですよね。 まず銭形平次ですね、あれがまあ有名ですけど、それ以外にもちょっと怪奇小説みたいなのも書いてますし、ミステリーも書いてますし、はいはい、子供向けの小説も書いてるし、冒険小説も、まあ、エンターテインメントのあらゆるジャンルを手掛けて、もう戦後はもう大ベストセラー作家としてあれですよ、毎年のように作家長者番付に、名前が出てましたからね。高橋克彦さんとか秋山由紀さんも、はい、多作でまた一つ一つが面白いですよね。高橋さんは多分150冊ぐらい書いてるかなと思います。150冊ですか、はい、で平谷さんはこの間聞いたら70冊は超えたって言ってましたね、で平谷さんもすごい書くペースが早いので、もう100冊超えるのはもう、もうすぐだなと思いますね。今高橋克彦さんの本を吹き込んだ3冊、はい、その中の3冊を持たせていただいているんですけども、まあ、高橋さんも、まあ、今は歴史小説で有名ですけど、まあ、元々は高橋さんの本僕もいっぱい今本箱に入れてるちょっと今持ってきました。チリの記事からすごい、ね、これでもまだほんの一部ですもんね。そうそうそう、まあ、歴史的なところで有名ですけれども、元々、まあ、はね、浮世絵ミステリー写楽さ全事件で乱暴賞を取ってデビューして、その後日本推理作家協会賞とか直木賞とか日本文芸、はい、ミステリー大賞とかもう、まあ、大体取るべき賞はみんな取ってますね。そうですよね、すごい方がもうなんかやっぱりね、道又さんとお二人でいらっしゃると ねあっていう大御所お二人がみたいなね、なんかもうすごいペアみたいな感じになってません？いや私と並べると高橋さん怒りますよ。そんなことない、そんなことあるんですか？ある。息子からしたら二人ともね偉大な方ですけれども、あ、知事が戻ってらっしゃいました。知事どこにっていうコメントがいっぱい来てます。やっぱり火炎とアテルイの火炎と久野辺正実の天を突くはこう単行本の方でこう載ってますよ。はい、すごい、はい、もうこれ今知事のもう私物というか知事室にあるものを私物だけど、まあ結構公共性も高くてですね、はい、この火炎は、ね、アテルイというか、古代東北の英雄を初めて正面切って取り上げた作品で、まあ、これがきっかけで、まあ、全国的にアテルイブームというか、そういうすごい人がいたんだっていうことでわらび座でミュージカルになったり、あと NHK でドラマ化されたりとか、あとはつい最近はね、宝塚でミュージカルになってるという、これはもう高橋さんのこの歌詞が、ね、歌舞伎の世界とかでもね、ありますし、あ、これがこの本がきっかけ、これがもう間違いなくアテレイ文を作ったと思います。すごい、もう知事が嬉しそう、嬉しそう、ワクワクっていうコメントがたくさん来てますけど、なんか結構いろんなところにチェックが入ってますね、本にも。そうですね、いろんな名セリフがあるんですけれどもね、土地も大事なものであろうが、俺は恵美氏の心こそ守りたい。獣に落とされた後の恵美氏にはそもそも土地などいらぬ。国は土地ではない。暮らしている者の心にこそあるっていう、この江戸の心を守る。これは僕も知事の仕事をするときに、まあ、岩手のこの人を守る、土地を守るに加えて、やっぱり岩手の心を守るっていうふうにしなきゃダメだなっていうふうにこう影響を受けてますね。本ってすごいですね。こうやって残っていつでもこう見られて、はい、そういうね、気持ち的なところも、ちょっとあ、じゃあなくすと大変、大切に脇に置いてもらって、はい、さあそしてね、先ほどちらりと
高橋克彦さんの、ね、名前も出たところでお話にもなりましたけれども、今ね道又さんがご活躍されている盛岡分子劇なんですけれども、うん、はい、こちらは昭和24年に始まったということなんですけれども、どういった経緯でこちらを始まったんでしょうか。まあ、戦争が終わってまだ間もなくて、やっぱり世相が暗かったもんですから、何か市民に明るい話題をということで、鈴木小次郎さんという盛岡に住んでたあの作家の方が、うん、あの東京でね、あの文春劇っていうのがあって盛岡でもやろうということで始めたんですけど、そしたらもう大人気で、まあ、13年ほど続いたんですけど、まあ、残念ながら座長の鈴木小次郎さんがちょっとあの体調があまりよろしくなくなって、それでまあ中断したんですけども、はい、でもまたその高橋克彦さんが復活をされたということなんですよね。盛岡劇場が新しくできたので、まあ、それをきっかけにもともと昔の鈴木彦次郎さんの文春劇も旧盛岡劇場でやってたんですけど、それが新しくなったので、だったら文春劇を復活させようということで、まあ、今年で23回目になります。もうあのチケットが取れない取れない、毎回すぐ完売しますよね、はい、発売したら。私も並んで買ってます。そうなんですって、はい、さっきお聞きしてびっくりしたんですけどもう朝早くからね、はい、並んでらっしゃるということで、でもそういう方、大ファンの方がすごく多くて、チケットをゲットできたらラッキーっていうね感じになってますけれども、この人気もすごいですよね、うん、岩手県内ではテレビでも放映されるから、うん、あの年末年始のこう風物詩になってますよね。今年ももうすぐあるんですよね、はい、今年は、まあ、奈良山佐渡を主人公にして、戊辰、うん、150年、まあ、原作があの岩手日報にずっと連載してた平良良樹さんの柳屋モイルで、で、まあ、奈良山佐渡の役はあの IBC の浅見アナウンサーが演じますけども、あのすごくいいです。もう早くもセリフが入って、あの背が高くて声が通って、だから共演してる女性の役者さんたちはみんなもううっとりという。あら、大絶賛ですね。で僕らもあの一緒に演じ稽古で演じてて、あの慣れますっていう時になんかグッとこう気持ちが高まって泣きそうになりますね。多分あの本番ではもう盛岡市民の方はみんな泣くんじゃないですか。今年いろいろ明治維新戊辰戦争150年ってことでいろんなこう行事や企画がある中、その、まあ、当時こう俗軍鍵格好と呼ばれた側からはこう、まあ、合図のあたりこう頑張ってるみたいですけど、こうインパクトある企画がこう今までこう少なかったかなと思ってるんで、この文春劇奈良山佐渡柳は燃ゆるがバーンと上演されると、これはすごい全国的にも、ね、少年時代の原隆も登場します、原隆も登場する、原隆がなぜああいう偉業を成し遂げたかというのは奈良山佐渡にあったという芝居の中で、今年は原隆首相就任100周年でもあるから、そこにもつながるような記念がいっぱい ね、 いいですね。しかも若竹千佐子さんはあの南部の殿様の奥方役で笑いを取ることになってます。素晴らしい、はい、笑い、ちょっとね、あの仕掛けしてあるの。楽しみですね。もちろん今年の、ね、チケットはもう完売ということに、ね、なってしまっているんですけれども、ぜひね来年ももうずっとこれから続けていく感じですかね。若竹、はい、さんについてはギャー出るんだっていうことになってましたが、期待されてると思いますね。そうですね、はい、ぜひずっと続けていかれると思いますので、来年こそは皆さんチケットゲットして楽しんでいただきたいですし一緒に並びましょう、ね、そうですね、一緒になんかね並んでらっしゃる方とも仲良くなっちゃって、もうすっかりもう十何年代同じ人たちが並んでもうなんか仲良くなってますね。なんかね素敵ですけれどもね、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、今年はね、はい、あの文春劇は二戸市でも出演されたんですよね。まあ、二戸正胤、ね、剣をつくから始まって、こう二戸の地元にちなんだ相馬大作とか、はい、でまた今年はまた九戸城もの、はい、戻って九戸城と女たちっていう、はい、お芝居でしたね。まあ、二戸の場合はあの市民分身という言い方で、要するに市民の方とそれから、まあ、いろんな有名人とか地元の名士の人たちが一緒に出るという芝居で、まあ、出演者が50人を超える大作で、今回は久野平城と女たちだから、まあ、正胤の話を女性たちの側から見た話で、もうこれも
なかなかいいお芝居で、テレビ放送にもなるはずです。おー、はい、そうなんですね。じゃあそちらも楽しみにしていただきたいと思いますし、でもやっぱりそう、岩手はそういう意味でもドラマチックなことがたくさんあるんですね。歴史物語として、こう物語るべき歴史の積み重ねがやっぱり熱いんだと思いますね。こう義経、弁慶、平泉もそうですけど、はい、こうそれぞれ地域地域、各市町村ごとに貴重な歴史があるってとこが大きいですね。岩手の場合はいわゆるもう中央から負け続けてきた歴史で、結局歴史というのは勝った者が語るものだけども、うん、それが今逆に負けた側からこう声が上がって歴史の掘り起こしが始まってるのかなって気がします。はい、まだまだお話をお聞きしたいんですけれども、またね、道俣さん、ここから練習があると、分子劇の練習があるということで、はい、ね、お時間の限りもありますので、はい、最後に道俣さんから一言お願いいたします。というか僕からのお願いなんですけど、はい、まあ、僕の希望としては、まあ、これだけ岩手文学が盛り上がってる、それはやっぱり明治以来のいろんな文学的伝統積み重ねがあることなので、まあ、できれば岩手文学全集を出したいな。でもそれは個人ではなかなか難しいので、なんかもう県の事業としてそういうのがちょっと企画できないかなっていうのをちょっとお願いしたいなと思っておりました。はい、盛り上がりますもんね、やっぱりね。貴重な提言を、ね、いただいたと思います。知事も大好きですから本が、はい、なんかそうやってみんなで盛り上がっていけばいいですし、またね、新しい本も道本さん出されるんですよね。はい、これが私の22冊目の本になります。22冊東京で盛岡文子劇の公演をしましたけど、まあ、それをまとめたもので、11月1日から販売になりますので、あさってですね。はい、はい、22冊目の本もぜひ、こちらもね、内容たっぷりのものとなっておりました。さっき見せていただきましたけれども、はい、ぜひぜひ、ね、手に取っていただきたいなと思います。今日はですね、岩手の文学をテーマに道俣勉さんにゲストをお見返してお話をね、たくさん聞いていきました。本当に今日はありがとうございました。うまくいきますよ。はい、お忙しいところ来ていただいてありがとうございます。いや、まだまだね、たくさんお話、そうですね、ね、聞きたかったですけれども、もう歩く岩手の、そうですよね、文学の国岩手ですからね。はい、すごいです、ね。はい、もう22冊しっかり読まない、今日最初にしっかりと読んでくださいって。はい、はい、これから読みたいと思います。ぜひ皆さんも読んでみてください。はい、続いては最近の主な出来事をご紹介していきましょう。まずはウルシデイズ岩手2018の話題です。はい、10月12日と13日、東京虎ノ門ヒルズで、東京ハーベスト2018という収穫祭イベントがあったんですが、それに合わせて、ウルシデイズ岩手2018 in 東京が開催されました。はい、それでは当日の様子ご覧ください。はい、見ましょう。4、3、2、頑張れ、1、ストップ。お疲れ様でした。
すごい見入っちゃってました。ね、盛り上がってましたね、イベント。美味しそうで。はい。わんこそばも皆さんにね、はい、体験していただいてましたけれども。新進気鋭漆製品プロデューサーの松沢拓夫さんと、はい、一関市のこの塗り師と書いて主と読む青柳拓夫さんがこうトークしてましたよね。この番組を見てる昔から見てた方々はよくお分かりかと思いますけど、岩手は漆の国内生産量第1位で、またその漆のこのクオリティの高さというのは非常にこういいものがありますので、それを広めることができてよかったと思います。はい、やっぱね、あの漆器で飲むお酒って最高ですよね。そうですね、口アイスクリームも出てたけど、そうですね、お酒もいい、最高です。またね、そんな素敵な夜を過ごしたいなと思います。、はい、さあ続いてはですね、岩手銀河プラザ20周年の話題です。はい、20周年、はい、おめでとうございます。今年で20周年ということで、10月20日の土曜日に、岩手銀河プラザ20周年記念イベントが開催されました。はい、こちらには岩手浜ライン特使の村上弘明さんも一日店長として登場してくださって、本当、はい、たくさんのファンの方も来てくださってましたよね。はい、はい、それでは当日の様子ご覧ください。はい、見ましょう。皆様のご愛顧のおかげで、この岩手銀河プラザは20周年を迎えることができました。皆様方の、買って応援ワンモアチョイス、これが大きなこの後押しになります。どうか皆様、引き続きこのご愛顧をよろしくお願いしたいというふうに思います。皆さんこんにちは、村上弘明です。今日は朝早くからお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日は一日店長です。おすすめの店長、おすすめの品々がたくさんありますので、岩手の味を十分に堪能していただきたい、そう思っております。岩手っていうのはやっぱり自然が豊かなところです。厳しいこともありますけども、それを含めて豊かなところです。そこで育まれた食材というのはやはり素晴らしいものがあります。そして何よりも素晴らしいのは、その素晴らしい食材を大事に愛情を持って根節丁寧に作り上げた商品を皆様のもとにお届けするという、そういう思いですね。こちらも本当に盛り上がって、列もかなり長い列ができてましたね。岩手希望チャンネルでもおなじみの田本副知事が挨拶してましたね。田本さん元気に。田本ちゃんって書いたコメントも流れてましたけど。もう多分ベテランさんですね。はい。はい、そしてね、岩手のキャラたちも。そうですね。大活躍で。おもてなしたい。あとケロヒラも。ね、ケロヒラもサンサ踊り、はい、一緒にやってました。もう本当に岩手がギュッと詰まったね、はい、場所が銀座にあるっていうのはすごいですよね。はい。はい、ぜひね。18年間来てますっていう人がこう来てくれてたりとかですね、こう本当こうファンの方、ご利用してくださる方々いらっしゃってありがたいです。ですね、これからもぜひぜひ皆さんね、岩手銀河プラザ、はい、たくさん行っていただきたいなと思います。はい、続いては、岩手のブランド米金色の風発売の話題です。はい、今年も金色の風ができました。はい、デビュー2年目ということになります。そして、昨日東京で発売記念イベントをやってきました。去年に引き続き、写真写ってますけど、のんさんがコマーシャルに出ています。はい、それでは今年のね、のんさんが出演します金色の風の CM ご覧ください。
悠々とおおらかに大地をざわめかせて、届けられた一粒は全ての人を引きつける。金色の風が吹く、そして世界がそよぎ出す。髪が伸びましたね。金色の風ですね。可愛いですね。やっぱり、ね、去年短い髪で金色の髪にこう、はい、なってたんですけれども、髪が長くなりました。ねえ、金色の風本当に美味しいですからね、はい。ぜひ皆さんに食べていただきたいと思います。今まで食べたことがないようなお米の味ですからね。すごいですよ。ね、そしてまた新米がね、はい、出てますからね。新米味わってください。以上、最近の主な出来事をご紹介しました。続いてはイベントの予定です。まずは岩手若者会議2018の話題に行きましょう。はい。11月4日日曜日、盛岡市プラザオデッテで岩手若者会議を開催します。県内で様々な活動をしている若者たちが、岩手創生のために意見を交わします。はい。知事もね、若者とのトークセッションに参加されるんですよね。はい。岩手の第一線で活躍するゲストスピーカーとトークセッションを行いますし、また地域で活躍中の若者による座談会、若者団体の活動展示ブースセッションもあります。若者のイノベーションによる岩手の創生というのがテーマなんですけれども、まあ、この岩手若者会議もだいぶ回を重ねてきまして、ね、だいぶこのプレゼンテーションとかブース展示とかもですね、こうレベルアップしているし、非常にこうクオリティ高い、そういう若者活動が岩手でもどんどんこう行われていると。でその中でこうビジネスの世界で活躍している人たちとか、社会活動で活躍している人たちとか、アートとか、あとは、スポーツエンタメみたいなところでもこう、面白いことをやってる人たちがいて、非常に頼もしいですね。はい、そんな、ね、方たちのお話も聞けるということですので、ぜひね、皆さん11月4日日曜日午後1時から5時までとなっております。入場無料で予約なども必要ありません。ぜひね、足を運んでください。フジポンもどこかで何かをしていると思います、うんうん、ぜひお待ちしております、はい、以上、岩手若者会議2018でした。続いては岩手三陸復興フォーラムです。今年は埼玉県で行います岩手三陸復興フォーラム in 埼玉、11月17日土曜日ですね。はい、こちらどんな内容になってるんでしょうか。はい、テーマは東日本大震災の教訓を未来へということで、埼玉県上田知事と私と対談を行います。そして、三陸とつながる地域間の交流を深めるというテーマで、パネルディスカッションが行われます、はい、そして来場者にはですね、岩手のご当地パンをプレゼントするそうですので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。11月7日水曜日まで参加受付中ということです。なお、この三陸復興フォーラム in 埼玉と、先ほどご紹介しました岩手若者会議2018はニコニコ生放送でも生放送ね、しますので、ぜひご覧ください。続いては岩手北区連携マルシェ2018岩手フェアの話題です。東京都の北区ですね、うん、赤羽、十条、王子という町があるわけですけれども、10月23日から11月30日までこの赤羽、十条、王子を中心に岩手県産食材を使ったメニューを提供する岩手フェアです。このマルシェは東京都北区の全面的な協力によって実現しておりまして、今回3回目、規模を拡大して90件以上の事業者が参加します。はい、詳しくはね、特設サイトをご覧いただきたいんですが、本当にたくさんのお店で岩手の食材を使ったメニューがね、提供されるということで、あとはやっぱりね、今だと遠野産ホップを使ったビールなども、はい、味わえるということですのでね、東京の北区でぜひ皆さん岩手の味を楽しんでいただきたいと思います、はい、以上、イベントの予定でした。次に ILC 国際リニアコライダー計画についてのコーナーです。今月知事はですね、 ILC 実現に向けた取り組みとしてヨーロッパに行かれていたんですよね、はい、いろいろこう日本学術会議の検討も進み、また政府やまた国会議員の皆さんのこの議論も佳境を迎えている ILC 国際リニアコライダーでありますけれども、まあ、そういう大事な時期ですので、はい、この
建設想定地である岩手県からそのいざそれができた時に使 う, こう世界の研究者の皆さんとの間でこう情報の共有とか意思 の, この統一みたいなことをやっとかなきゃなということで、ジュネーブにあるセルンっていうんですけど、国際機関行ってきました。セルンの方々にお目にかかったほか、ILC のこの責任者でもある、リン・エヴァンスさんとも会うことができまして、会った人たちと私と の, この写真が今写真、ね、はい、写ってますね。やはり ILC は大事だと、実現しましょう、国際的に協力しましょうというような話をしてきました。手応えバッチリっていう感じですかね。そうですね。今のこの世界最先端の加速器がここジュネーブ郊外のセルンにあるんですけれども、やはりここだけじゃなくてこう ILC もあって、そこでこう連携協力しながら、ヒッグズ粒子ですね、そういう、こう物理のこう基本中の基本になるようなことのさらに深いところをこう究明できるようになるということで、ぜひ ILC を実現しようということを改めて確認できました。皆さんとそういうお話をされてきたということでね、はい、このようにですね、ILC 実現に向けてもワールドワイドな取り組みも進めているということです。皆さんもぜひ一緒に ILC 応援していきましょう。はい、よろしくお願いします。以上、ILC のコーナーでした。それではプレゼントの抽選に行きましょう。前回のプレゼントは非営利型一般社団法人カタツムリが開発した非常食キット3名様ということでした。プレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか。今回の応募はお二人でした。あ、じゃあ全員が当選ということですね。はい、はい、おめでとうございます。100% 以上の確率で当選できてしまうという凄さ、ね、ね、はい、ちょっとじゃあ1個はフジポンが持って帰ろうかな。 150% の確率である。はい、ということで、コメントもねご紹介したいと思いますけれども、はい、当選された方ちょっとねお名前がわからないんですけれども、盛岡で東北新幹線と秋田新幹線の切り離しと連結の様子を一日中見ていたいさん。あ、これがハンドルネームか。そうです、ね、長かった。あ、そういうことか。あれ結構見てる人とか写真撮ってる人いますね。多いですよね。やっぱり、やっぱ感動しますもんね。何度見ても。すごいことですからね。はい。ぜひ、見ていたいさんに当たりましたので、はい、佐々木みこいさんはニコニコ生放送にも頻繁に出演されており、いずれ岩手希望チャンネルにも何らかの形で紹介されないのかなと思っていたので、嬉しい限りですというコメント。この間の岩手若者文化祭でこう大活躍してもらいましたよね。はい、またね、こちらにも出ていただけたら嬉しいですね。はい。はいはい、そして、コマネズミさん当選です。おめでとうございます。7年前の震災、2年前の岩泉の水害、そして、今年の夏の地震水害、それでも立ち向かい経験を生かした新しいものを生み出すしつこさを持ち続けたいです、という素敵なコメントをいただいております。はい、お二人が当選となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そして今回もプレゼントがありますよ。さっきね、分子劇紹介させていただいたときに、 そうですね、そのプレミアムチケットかプレゼントかなんてコメントもありましたけれども、おやおや。こちらです。本です。はい、本日のテーマ岩手の文学にちなみまして、なんと本日のゲスト道又勉さんに、はい、しっかりとサイン入り、はい、サインも書いていただきました。おめはん盛岡が好きだえんって書いてますね。あ、本当だ、素敵ですね。はい、こちらの、はい、愛しの盛岡という本ですね。こちらをお一人にプレゼントいたします。岩手と盛岡を愛する方々との対談が満載の本となっています。今回はお一人ですよ。ぜひね、応募してください。応募の際は普段お使いのネームで OK です。宛先は広報アットマーク PREF.iwate.jp 広報アットマーク PREF.iwate.jp までお願いします。メールには第54回岩手希望チャンネルプレゼント希望と記載してください。締め切りは2週間後の11月13日火曜日とさせていただきます。当選者は次回の放送で発表しますので、どんどんご応募ください。それでは最後に昨年度県が制作しました魅力発信動画をご紹介します。岩手ハマライン特使の村上弘明さんが遠野物語の作者柳田邦夫に扮して撮影した
岩手の不思議に会いたくて遠野編です。今日のテーマにもぴったりですね、はいはい、それではご覧ください。どうぞ。岩手の不思議に会いたくて遠野編。お気に召しましたか。いや最高です。このビールに合いますよね。あ、遠野さんのホップを使ってるんですよ。遠野さんのホップ？ええ、左岸に作ってます。ジンギスカンとビール、民話のふるさとのイメージとはだいぶ違いますね。ごゆっくりどうぞ。はい。ねえ、村上博明さん、おいらぼっこ。ねえ村上さん、一緒についておいでよ。気になるな。俺？ぼっこ。ぼっこ、どこ行ったんだ？柳田さんって私のことですか？他に誰がいるんですか？ところで、あなたどなたですか？何言ってるんです。京石ですよ。京石？今日あなたに遠野の昔話をお聞かせすると約束していたじゃないですか。昔話？昔あったすもな、あるとこにとどどうかがどめに女が笑すと三人。この話はすべて遠野の人佐々木京石君より聞きたり。作明治42年。どの話も実に興味深い。京石君は私にもっといろんな話を聞かせてくれ。私でよければ。私はやるぞ。うん。これ席は小さいじゃないですか。おい、肉ばっか食うなよ。うるせえ。最近のカッパは肉食なんだよ。貴様、新手の怪人か。うん。変身。嘘だべ。はい、変身シーンもやっぱり。そういえばこの遠野編にあの変身シーンがあるんですね。そうですよね。はい、改めて本物の迫力、そうですね、かっこいいですね。はい、ぜひ皆さん何度もご覧いただけますので見てみてください、はい、さあそして今日もたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。そばっち食べられてるっていうコメントもねたくさんいただいて、まあ明日ハロウィーンですからね、そばっちも今日はハロウィーン仕様になっておりますが、ご紹介します。漆器は芸術ではなく日用品としての美しさを持っているというコメントをいただきました、はい、毎日の食事に使うものですからね、うん、そうなんですよね。これは毎日の、あの晩酌、お酒も毎日飲む人は毎日使う漆器、ね、はい、使えば使うほど漆器ってこう味が出てくるんですよね。こう全然違うんですけど、こう新しいものよりこう使い込んだものの方がこう光沢とかすごい綺麗になってくるんですよ、ね、そうなんですよね。使うほど綺麗になる。だからそういうものも珍しいですよね、うん、今の世の中っていうかね、はい、この中で、ね、岩手の漆はね、そこに使われているということで、ぜひ、ね、はい、漆器にも触れていただきたいと思います。ワンコ兄弟も漆器なんですよね。あの、そかそかそか、おわん。そうですよね、はい、はい、あ、これ分かんないからね。あ、脱いじゃう？あれ、まあいいや。脱げず。この目ってそばっちの目が出てるんですね。そうです、そうです、うん、食べられてるというか、はい、こう、あの、かぼちゃまんになってるみたいな、はい、ね、明日ハロウィン楽しみましょうね。はい、ということで今日もね、内容盛りだくさんでお送りしてきましたが、はい、時間となりました。次回の放送日は11月27日火曜日からとなっています。放送開始時刻は午後5時からです、今日と今までよりもね30分早くなっておりますので、はい、皆さんどうぞお見
見逃しなく。それでは恒例のポーズとセリフでお別れしたいと思います。さあみんなして岩手希望チャンネルとハマイン、また来月、バイバイ、5時から。